TOS は今年も豊かな大分の海を次の世代に伝えていく海と日本プロジェクトに取り組んでいます。続いては海の話題をお届けいたします。森さんがリポートに行ってくれました。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはこちらです。海のゴミの8割は町から来ているということを皆さんご存知でしょうか。まあ、この事実を広く知ってもらいたい、そして地元の海のゴミを拾おうというイベントが先日全国で一斉に行われました。それがこちら、海でつながるゴミ拾い海の日全国一斉アクションということで、県内各地の取り組みを私が取材してきました。 VTR ご覧ください。どうぞ。7月17日海の日です。私は今臼杵市佐州に来てるんですけれども、今からあちらに見える黒島に渡ってイベントがあるということで、私早速行ってみたいと思います。この日行われたのは大分臼杵市海岸づくりフェスタ in 黒島。海をもっと身近に感じてもらおうと、地引き網体験やお魚観察会を開催。子どもたちも初めての体験に大興奮の様子です。美しい海を守るためにまずは海を知ってもらいたい、そんな地元の皆さんの思いでこのイベントが始まったそうです。イベントのメインは海岸のゴミ拾い。およそ300人が参加して一つ一つゴミを拾っていきました。ニータも手伝いに来てくれましたよ。缶に瓶に、海のゴミはほとんど町から来てるっていう実感しますね。そういうこと、もうちょっと綺麗に海岸を使って、うん、そうやな。いや、もう気軽に行けるような綺麗な海になってほしいですね。一方、こちらは別府市のスパビーチで行われた清掃活動の様子です。長野別府市長をはじめボランティア870人が参加し、漂着ゴミや流木の撤去に汗を流しました。こちらは日本の夕日百選にも選ばれている豊後高田市の又間海岸。又間中学校の生徒と障害福祉施設の入居者が合同で清掃活動を行いました。ペットボトルなどがとてもありました。これからは積極的に拾っていきたいと思います。そしてこちらは佐伯市与野渦の海岸清掃活動です。漁業関係者およそ200人で囲炉裏や竹の浦など5つの地区に分かれて清掃しました。1年に1度の活動ですが、毎年25トンほどのゴミが取れているそうです。津久見イルカ島、こちらでは職員の皆さんが毎日海の清掃を行っているということで同行させてもらいました。自然の海に暮らすイルカたちに快適に過ごしてもらうために、この清掃活動は欠かせないそうです。ゴミを間違えて食べてしまったり、体に傷がついたりするからなんです。この日30分の清掃でおよそ13キロのゴミを集めました。これでも少ない方なんだそうですよ。やっぱ海に遊びに行った時とか、できるだけゴミが出ないようにしたりとか、出たらもうちゃんともう確保して持って帰るっていうことを心がけてほしいなと思いますね。みんなで大事にしていきましょう。大事にしていきたいです。はい、さあ海に関するこんなデータがあります。こちらご覧ください。はい、はい、県内の海岸から出たゴミの量なんですが、これ1年間1600トン余り、大分だけです。大分だけで、はい、1年間で、まあ、本当に莫大な量なんですけれども、やっぱり自分たちが遊びに行って、ね、出たゴミはもちろんのことを、やっぱりその遊んだ海岸を少しでもきれいにしようという一人一人のやっぱり気持ちが、こう海を守ることにつながるのかなと思いますよね。なんかあの来た時よりも美しくという言葉があるじゃないですか。 それやっぱり海にも言えますよね。はい、流木とかは仕方がないから、みんなでね、またこういった形で片付けるにしても、本当来たより時よりも少し1個でも多く持って帰ったら、いつかはなくなるよ。はい、もう自分でやったことは必ず自分に返ってきますからね。しっかりしてね、ぜひみんなであの大分の海をきれいにしていきましょう。海と日本プロジェクトをお伝えしました。